ブルグミュラーのアベマリア解説していきたいと思います。このアベマリアなんですけれども、意味としては聖母マリアという意味になって、このアベマリアという曲名、タイトルで様々な作曲家が曲を書いています。おそらく一番有名なのは、バッハの平均律の第1巻の1番にグノーという人がメロディーをつけた。シューベルトのアベマリアなんかも有名ですかね。という曲も有名だと思います。いずれの曲ももう聖母マリアという意味なので当然なんですけど、敬虔な神様に頭を垂れてお祈りするような、静かで穏やかな楽曲が多いです。それでは楽曲に移っていきます。アンダンティの胃腸腸ワードは4分の3拍子です。4人の人がいます。ソプラノ、アルト、テノール、バス。賛美歌のようなものをイメージするといいかなと思います。教会での、礼拝の時に歌われる曲ですね。そしてバランスは難しいんですが、やっぱり上の音が少し響いているべきだと思います。ただ一歩間違えるとこういうことになりかねないので、バスからバス、テノール、アルト、ソプラノ、重なり方がいいのか、どういう重なり方が美しいのかっていうのはよく研究される必要があると思うんですけど、なんとなくのイメージで全部の、指はもちろん柔軟に使われる必要があるんですけれども、ソプラノの音を例えば出したい場合は、ソプラノの指だけちょっと指のこの部分ですね、この部分が少し分厚くて、ほんの少し他の指より硬いイメージを持って、無理なくソプラノの音が立ち上ってくるかなと思います。これは他の